お、これが噂のあれか。トゥールラですね。HP 高えな。よけっす、Cさん。よろしくお願いします。初手どうしよっかな。響きコンボスキル激減。またトモルくんいんのかよ、もう。トモルくん、いい時、いいタイミングで来たことないんですけど。どうなってんの、マジで。手駒に来ないか、初手に来るか、どっちかに、どっちかしかねえんだよな、こいつ。設定どうなってんだ？マジでこれ、設定疑いの余地ありますね、これ。いやー、これ、ともるくんどうしよっかな。カップ戦は抱えたいかな。ミニ三元さん、雷撃対策って戦撃が地味に流れだ。そうなんですよね。ちょ、普通に風評被害食らってるんで。さあ、トゥールラぶち込まれていく。ゲイボ来たか。ここのゲイボってどうだったかな。まあ、響き置いちゃいます。いや、トモルくんマジでこれ邪魔だな。捨てたいですけど、ちょっとカップ戦で、殴りのキャラクターというかダメージソースちょっと少ないんで、なるべく取っておきたいんですよね。まあでもなんだかんだあと2手ぐらいで半分いくかな。いやでも偏ってんな。まずい。この偏りは非常にまずいですよ。次はゲーボを置きましょうか。ちょっと花が溜まりすぎですね。しかも花って一番火力出ないんで。次ゲーボを置いて一気に耐える感じかな。さあ相手ここでしっかりと回ってる。打ち刺していく。いやでも待てよ。ここでゲイボルグ打ったとしても相手、これ多分イーノ3に来るかな。待って、さすがにゲイボ行くか。ゲイボ置いて、相手がイーノ3の場合は、ニルスを F の3に置いて混格していきますか。ただまだ全種類は揃ってないんで。ボルトヒールも厄介だもんな。仮に相手が X 打ちしてきたときに自分が B の3にニルスを置いて、ああ、いや、ペトラそっちの方か。それまずいな。さて、一応いいキャラクターは来ましたけど、HP これ持ちますかね。まあでも全種類揃いましたし、これはニルス打ちましょうか。相手のコンボスキルはこれ、C の5の場合は、その C の5のキャラクターのコンボスキルも食らっちゃうんで、まあそこですね。まあ次はトモルくん打っちゃおうかな。トモルくん打っちゃいます次。まあ、場合によっては相手あれか、E の5っていうのもあり得るか。さあどっちから打ってくる。まあさすがに そっちですよね。まだ、あ、バイスのコンボスキル強いからな。ちょっと待って、食らいすぎじゃない？そんな食らうか。バイスのコンボスキルちょっと2回は受けらんないかな。まあでも行くしかねえか。さあ、トモルくんを残していた回がありますけど、バイスのコンボ2回は受けらんねえか、これ。相手これは E の5から来るんで、 E の5、まあキャラクターによっては E の5のキャラクター無視かな。ああ、それは無視していいかな。バイスの方がきついですよね。いや、どうだこれ。6200。しかも微妙にカットされるんだよな。マーテルっていくつだっけ。3500。嘘。じゃあバイスと一緒か。バイスと一緒か。じゃあ火力出すか。あーでも火力出すとライフバス伸びるから微妙かな。6200でしょ。あー、ちょっと火力出さなくてよかったかな、これ。マロニーぐらいで済ましとくべきだったか。あ、しかもそっちだったわ。これは飛びましたかね、さすがに。あー、だめだ。相手のちょっと E の3がきつかったですね。ただ、あ、出した。ドリンさん、ガチデッキを使ってくる、不届き者にカプセン、あざます。オリンさん、しばきあざます。さあ、エクスカルゴさんとマッチングしていく。HP めっちゃ高えな。さあ、相手の HP が28000を優に超えていまして、そしてトゥールラリーだと。
トゥールラリーダー、シーズンマッチでは、10日の方がバッチバチに使われるんじゃが、ただ、カップ戦だとこっちのね、進化の方のトゥールはバッチバチなんで、これどうしよっかな。イオラ所定でもいいけどな。ちょ、回復。まあ、イオラから行くか。もったいないけど。あ、ヒカキソ下がってるんですね。だったらヒカキソ、でもヒカキソにもまたんで組むのか。どうかな。ヒカキソも、またどうすかね。そして、ユーマさんこんばんは。ユーマさんこんばんは。ちょっと名字の部分が変わってたんで。ちょっとユーマさん判断できなかったんじゃが。さて、これどうしよっかな。まあ、ミンディ置いときますか。ジュペルさんこんばんは。いつもありがとうございます。まあ、種類優先していきますか。ジェインはコンボスキルなるべく使っていきたいですからね。とはいえ、A の3に置くようなキャラクターでもないんだよな。さて、どういこうかな。さすがにトゥールは変置きなんで、成り打ちして E の4にジェインぶちかましたとしても、ちょっと C の6にジェインのコンボスキル使いづらいんで、なかなかね、相手のリーダー見て、成り打ちするかどうか決めなくちゃいけないんですよね。さて、マロニー行きましたね。まあまあまあ、種類貯めていきますか。さあ、熱々のたこ焼き食いまして。で、相手が X に来るかどうかっていうのもありますけど、次自分が何を引くか。ゲイボルグとかそろそろ欲しいですね。さあ。ここで悩んでいる。打つキャラクターを悩んでいるのか、それとも、なるほど。さあ、相手リフェル。リフェルも強いですからね。リフェルは、まあ、スキルも強いんですけど、どっちかというとコンボスキルかな？シールドキャラクターに、似つかわしくないぐらい火力が出るんで。さて、さすがに、これはどうしよっかな。まあ、現逸打ち放っとくか。あ、でも現逸コンボスキル強いからな。序盤に打てば現逸強いんですけど、後半に打つんだったらコンボスキル確定するようなところに打てばよかったな。2500出るんで、こいつ。なかなかコンボスキル強いんですよね。さて、バイセイ。やーん。さあ、そしてなんかあれですね。相手の方、オーラ引いてますね。さあ、オーラあれかな？なんか600回復したんで、金魔もんですかね。かなり回復寄りのデッキかな？ニルス打つかな、ここは。ただ、ニルス打っちゃうと相手コンボを警戒して、もしかしたら B の4に来る可能性ありますからね。まあ B の4の場合は、まあ全 A の4かな。まあ気にせずに B の2に打ってくる説もありますが、なるほど、相手は気にしないで、普通に打っていく。これどうしようかな。いや、回復えぐくねえか、ていうか。回復ちょっとえぐちですね。回復ちょっとえぐち量だな。まあ、どっちにしてもこれ、ジェイン A の4に置いたところで使わないから、一旦、これで回復しましょうか。ウーシーさん、今回チャージのサタンがコスト18で使って、あ、本当ですか？あれって結構スピード速いですよね。しかも、最大4000でしたっけ？ 4000 か4500ですよね。ムーさん、イアンはグレーゾーンですか？マジか。イアングレーゾーンでした。すいません。普通にイアンボイス出していく。さて、相手回復しながらシールディング。なるほどね。いや、これ相手 A の2に何置いてくんのかな。 A の4何置いてくるんですか。エクスカルゴさんは。強国。まあ、ここコンボスキルあんまり使わないからどうしよっかな。てか、ちょっと HP の開きがえぐちだな、これ。まあ、ちょ、火炎置いとくか。今回カプセンのデッキです。ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、強いキャラクターいたら A の2ですけど、まあそうですね。一旦そこで様子、見られまして。いや、これどうするこれ。ともるくん来てくれた。ニルスのコンボスキルも使いたいけどな。ちょっと結局、使えないかな、これは。ちょっと使えなさそうですけどね。いやー、でも使うか。ちょっとここは、いきます。さすがに軽く出さないとあれなんで。さて、ポーリプス。かっつりと反射食らって、さあ、雷撃も入れて、ちょっと回復は入りますが、まあ、とはいえ、マーテルのコンボスキルちょっとありますからね。相手普通にここは A の2なんで、
あ、でも A の2だとダブコンか。さすがに一回 F の4からかな ?F の4からですかね。トモルくん消してきて、マーテルのコンボスキル2回で飛ばす感じかな。これ A の2に行きがちなんですけど、そうするとニルスのコンボスキルとトモルくんの、おっと、さ、グノーが、あーマジかよ、それは致命的だわ。ここでマロニーのコンボ封印は致命的ですね。さて、ピンポイントでしばかれてしまった。待ってる。待ってる、消してもなんだかんだあれか、もうバイスがいんのか。まあ、シャアなしのこいつ置いとくか。さあ、準耐久でしたね、これ、トゥールラの。S5 マはトゥールラと、進化金魔モンかな、おそらく。このデッキ強いな。たくさん当たった。グノー優秀でしたね。まあ、でもグノーされなくてもどっちにしてもきつかったか。多分エンデが3枚返して死んでるんで。やっぱあの打ち方ちょっとあれなんだよな。粘られるとやられますからね。最終的にはこっち有利なんですけど、その前に試合大体終わるんで。ゲイボルグ欲しかったっすね。ゲイボルグとかを A の1とかに置ければよかったんですけど、まあ A の1とか、まあ C の1かな。さあ相手の方は前回レジェンド、個人的にはリアルイベントよりもバチバチにゲーム内の方のシステムとかね、上げてほしいんですけどね。ウイシーさん対戦あたした。そうっすよね。ちょっと最後の方、なんかフィニッシャーいない感じですか、マタンって。ちょっとフィニッシャー少ない感じですかね。焦点はまあ、ミリアでいいかな。グルデンさん、なぎさくんの大会荒らす人、なぎさ、マジですか僕のこと、ちょっとペロリスト多いですかね。舐めるんだったら、ちょっと僕本人にしてほしいですね。ちょっと大会を舐めるよりも先にちょっと僕の方を先に舐めてからにしてほしいですね。物理的に。アンポンタンさんこんばんは。いつもアナウンス。あ、Cさんもすいません。またね、あの機会あればよろしくお願いします。ぜひね、また次の機会に。ドラム、そうなんですよね。リーダーの人というか大会主催者はね、キック機能とか欲しいですよね。マジで、ルール違反の人とかね、いたら対処できないですからね。普通なんかキック機能とかありますけどね。なんかオセロにやってあって当たり前の機能ないですからね。謎なんだよな。ここは忍竜かな。通信切れでも戻れないですし、大会開催してもキック機能ないですし、まあ、駒箱に関してはもう、なんだろう、リリース当初からもう一生解消されないんで、そこら辺のシステムに力入れてほしいんだよな、リアルイベントよりも。言っとくさないと、今回のマタンのフィニッシャーですよね。ちょっとマタンのフィニッシャーいないとなかなか村正入れてもっていう感じですかね。時間稼いでも結局あの飛ばせなかったら、あれなんで。ムーさんこんばんは。いつもアナウンス。さて、相手はリズィーナ使っていく。リズィーナコンボスキル強いですよね。600上昇なんで。あ、アイドル、アオネか。あれも確かにそうですね。マックス3000のライフバースなんで。アムロレイさんこんばんは。運営なんて強い駒出して、ユーザーから勝ちだと金、まあそうですね。まあ、運営もね、普通に金稼ぎでやってるんで、そこら辺はまあ当然なんですけど。まあでもね、結局ゲームのシステムが快適じゃないと、ユーザー、どんなに強いキャラクター実装しても離れていくだけなんで、そこら辺のことしっかり考えてほしいですね。さて、ここで満を持してゲイボルグ出していきますが、そしてキラさんこんばんは。いつもアナウンス。さて、相手リポーズイングしていく。ここは反射しちゃいますからね。まあ合戦以外で軽く殴りつつっていう感じかな。てかちょ、 HP の開きだいぶあるな。そんなにあっていいの。
さあ、そしたらこっちマロニー置こっかな。でもマロニーコンボスキル確かに強いですけどね。ただ相手多分 B の4に来ちゃうんで、あー、まあでもこっちかな。いやー、ここのタグむずかったな。正直 E の4でもよかったっすね。まあ相手 B の4だもんな。 B の4に来たらどこに置こうかな。ジュベルさん、マタン使うなら B5 も入れて、あ、イグナーツを入れると。なるほど。そっち来る？やばい。それはまたルーレットが。OK。とりあえず、ゲイボルグ、パイセンは回避しまして、ただ回避したところで勝てるとは言っていない。相手なんならまだダブコンですからね。自分がこれ E の4でゲイボルグのコンボスキル使っちゃうとダブコンではあるんで、まあ、とはいえ使わない手はないか。さすがに。まあ、使わない手はないのかな。どうですかね、これ。ちょっとわからんな。まあ、でも使うか。ちょっと火力出さないとさすがに2万2000は飛ばせないわ。いや、でも響きのコンボスキルも強いんですけど、でも響きのコンボスキル使うと、コンボ激強のトゥールラの動線通っちゃうんで、それはそれでまずいんだよな。回復量えぐいですからね、これ。トゥールラは。4000か、これ。やばいな、これ。トゥールラ10日に目が行きがちですけど、コンボスキルもこれ相当やってますからね。さて、ダブコンの方を選択していく。いや、強い。1万7000飛ばすのは至難の技だぞ、これ。これ相当今回何気にトゥールラ強いかもしれないですね。トゥールラが実は安定して強い説あるか、俺。まあ、マジ基地打っとくか、一旦。キラさん、強駒パレード引くか迷うけど、石貯めるのかだとか。そうですね、今回カプセンに力入れるかどうかですかね。多分シーズン末でバチバチに使うっていうよりか、多分あのキャラクターはロイヤルバトルとかカプセンのキャラクターだと思うんで。さあ、相手ここでワナコマ使っていく。まあ、取ってもいいんですけど、取ってたらコンボスキルなんですよね。きちいな。いや、これかな。さあ、罠駒発動していく。はい、ハリガンさん、極端に言えばコスト、25ぐらいのキャラ禁止してもいいですかね。コスト25くらいなら、まあそう、でもコスト25だったら本番でも使う人はいるんで、むしろそれだったら、無理やり入れる人も いますからね。30以上だったらさすがにきついんですけど、25だったら、まあカップ戦のあの報酬キャラクターはコスト5なんで、まあ、それと組み合わせれば、まあ実質、なんだろう。まあ、普通のコスト10とコスト20入れてるのと一緒なんで、25までだったら全然ありなんですよね、個人的には。てかジェイン引かねえな、これ。まあ、合戦カットされるんで、こういきます。まあでもこれエンデが4枚出したら終わりか。半分いっちゃったんで。カトヌーさん、カトヌーさんこんばんは。いつもアナウンス。カスタム大会、ヒカキスで参加しました。強い方は多くてあんまり、了解です。ぜひね。まだまだあるんで。一応、期間としては月末なんで、まだ時間ありますからね。いや、このデッキ強えな。ちょっと戦撃じゃ勝てる気がしないですね。ちょっと戦撃じゃ勝てる気がしないな。ジュベルさん、今回頑張って、石貯めたので、攻め、なるほど、攻めで天井まで、回収していくと。ロイさん、お疲れ様でした。村正のコンボどれだけ使えるか、あ、そうですね、村正のコンボスキルね。確かに、あいつもね、3% だったかな、上昇は。大佐、あざした。